津軽津軽は、神奈川県横浜市の野毛山動物園で飼育されていたメスの双子ブラクダ。世界最高齢の双子ブラクダだったことで知られる。敬意を込め、継承付きで津軽さんと呼ばれていた。青森県むつ市の観光牧場で生まれ、両親ともども、野辺寺町のむつはインターナショナルスピードウェイ跡土地で運営されていた動物園へ移るが、動物園は閉鎖されることになる。 両親のラクダは引き取り先が決まったが、津軽は引き取り先が決まらず、取り残されることになった。生活道路でもある国道279号沿いだった動物園の敷地内で自生する草や近隣住民から分けてもらった残り物を食べて野良ラクダとして過ごしていた津軽は、国道のラクダと呼ばれるようになり、新聞に掲載されたり、 雪の中に取り残されている模様をテレビ番組が取り上げたりするようになった。その番組を見ていた神奈川県民共済の理事長だった人物が私費を投じて野毛山動物園に寄贈し、1982年12月18日に同園へ入園する。青森県出身ということで津軽と名付けられた。この年度、野毛山動物園の入園者数は100万人を突破している。 入園して、すぐに、北海道の動物園から来たオスの二子ブラクダ、道夫と結婚し、7年ほど一緒に過ごしているが、子は生まれなかった。1999年頃より、関節炎を発症し前足が立たなくなってしまう。立ち上がれない津軽を心配する来園者の声が転機となり、2009年より始まった動物ガイドでは、津軽の生態や来歴、性格とともに、 あまり動かないこと以外は元気であることが紹介されるようになった。また日本コエンザイム級協会より提供された老化防止に効果があるとされるコエンザイム級1 0のサプリメントを服用し毛並みや皮膚の状態が良くなり夏バテも起こさなくなるなど健康を維持していた。2006年には31歳で日本国内最高齢の二子ブラクダとなり2011年には36歳に して、世界最高齢の二子部ラクダとなった。その際は、各メディアで取り上げられた。2012年、野毛山動物園の営業部長に就任する。2013年の敬老の日には、津軽の長寿を祝って、横浜市民のみならず、神奈川県外からも長寿を願う、ラクダの折り紙が、合計8000個長、野毛山動物園に送られてきた。 折り紙の中には関節炎を患っている津軽の姿を模して前足を曲げて座っている形のものもあった。津軽は高齢ということもあり昼寝していたり動かないことも多かったがサービス精神は旺盛だったようで来園者から声をかけられると反応して目線を送ったり体を起こすことが何度もあった。また来園者が多い時には昼寝せずに起きていることもあった。 2014年5月23日の午前から食欲がなくなり体調が悪化する。点滴などの処置を施すも、同日午後9時55分、老衰のため死亡した。49日にあたる2014年7月10日より、津軽が住んでいた展示場で企画展、津軽さんの家が開催された。当初、企画展は9月30日までの予定であったが、 入園者数が予想以上に多く、12月28日まで延長開催された。2015年4月、2014年度の野毛山動物園の入園者数が100万人を超えたことが発表された。入園者数が100万人を超えるのは32年ぶりであり、くしくも津軽が入園した1982年以来のことであった。 2015年5月23日には、一周期に、合わせて、津軽さんを忍ぶ会が開催された。また一周期を控えた2015年4月にも、新作の人形が発売されるなど、グッズの売れ行きは衰えなかった。2016年に、野毛山動物園で開催された動物の骨格標本を展示する、比較展、ザホネ店では、津軽の頭骨が初公開された。 ありがとうございます。